もビレジェンド限りでございます、えー、今回皆さんにお伝えしたいお話はですね、休息の重要性についてでございますえっ、ー、とね、まあ、休息と言いますとね、まあ、トレーニングね、される方には、えー、運動、栄養、休息、この3つがね、えー、まあ、ベースになって、えー、こう、体がね、大きくなっていったり、えー、パフォーマンス高くなっていったりするわけなんですけれども、まあね、もう、私ね、今年で45になるんですけれども、もいいおっさんですよ。まあ、そう考えるとね、この、 回復っていうのがね、なかなかしないんですね。で、ただね、僕トレーニング始めたのって、いくつだ ?40、39?39 39かな ?6 年ぐらいだから、38くらいの時から始めたんですけど、まあもうね、始めた時からおっさんなんで、あの、回復っていうのが、まあどれぐらいが普通なのかってわかんないんですけど、あのね、若い子見てると、例えば20代、特に20歳そこそことかね、20代のことが若い子と話をしてると、なんかもう強烈に回復してるんですよ。 いやなんか、いや、あんた昨日スクワットそんだけやったのに、もう今日大丈夫なのとか、え、そんだけスクワットやってからまだ胸もやっちゃうのとかっていうのはよくあるんですけど、なんかね、そういうのを見てると、あの、あーやっぱりこう若いってすごいなと思います。まあ、だけどね、じゃあまあ、あの、おっさんになってきたから、じゃあまあもうそこ諦めざるを得ないのかというと、まあいろいろあって、やっぱ一番はね、何かというと、お睡眠だと思います。睡眠。で えー、まあ、あの、ボディビルダー,ーのトップの方でもね、本当に数時間、まあ、ちょっとしか寝ないっていう人も中にはいらっしゃるんですけれども、やっぱりね、寝る子は育つって言いますからね、あの、睡眠によって回復もされるし、成長ホルモンも出るし、まあ、もちろん筋肥大がね、促されるっていうこともあると思うんですけど、 やっぱ睡眠がすごく大事かなと思います。で、僕の場合、睡眠ね、まあ取ろうと思えば取れるんですけど、なんかなんだかんだでね、仕事してたり色々でね、結構夜寝るの遅かったりするので、えー、睡眠時間そんな長く取れてないんですけど、やっぱりね、もっと寝るべきだなと思います。なんかね、7時間、8時間ぐらい。 7時間ぐらいはやっぱり寝ないとダメだなと思いますね。えー、僕で大体5時間ぐらいまあ6時間とかもあるけど。で、休みの人だったらまあ7時間とかね、寝るんですけど。だけど、やっぱりね、毎日7時間は寝た方がいいかなと思いますね。これもう若い人も一緒。若い人も一緒でね。もう特にもう僕らみたいなおっさんになってきたら、やっぱりしっかり寝ないと。だけどその、ね、実際問題それだけの時間取れるかどうかっていうのもあるんですけど。 やっぱり寝ないとダメだなと思います。あともう一つは、まあ今ここね、ずらっと並んでますけどやっぱりこういうサプリメント、栄養摂取するってこともすごく大事かなと思って、もうこういうグルタミン、ね、グルタミンなんかだったらもう本当にね、免疫力アップで、特にトレーニングによって免疫が下がった時なんかは、あこういったね、グルタミン大事だし、筋肉の中のグルタミンが減ってしまうことでね、免疫下がってしまったりしますし、だからこういうものを補充するっていうのも大事だし、あと、これ、ビレジェンドメガ。 ですけれども、これなんかはもうそのまま持久力体力の底上げするようなサプリメントなんでまあアミノ酸のブレンドでねまあ,あのそんな分量自体は錠剤なんでたくさん入ってるわけじゃないんですけどだけどその配合比率、えー、これを、えー、大豆のペプチドとクレアチンとオルニチンとシトルリンとギャバと DHA とカゼインとあとまあなんかことかね オクタコサノールとか、アルファリポ酸とか、黒胡椒抽出物、ビフィズス菌、乳酸菌、酵母、アルギニンとか、カルシウムとか、グルタミン、アスパラギン酸とかね。 シュトウサンエステルとかバリンロイシン、ソロイシン、ビタミン C、まあ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 っていろいろ入ってるんですよ。ただその分量自体はそんなめちゃくちゃね、まあなんせ粒なんでそんなめちゃくちゃ入ってるわけじゃないんですけど、だけどその配合比率、何体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 何っていうこのたくさんあるやつのこの配合比率のバランスによって非常に高いパフォーマンスが出るように設計されてます。で実際ね、あのイタリアのプロ選手、あのその賞金で食ってるようなプロ選手たちでテストしてね、あの彼らの持久力が一番 上がるような配合比率でテストを繰り返して作ったものなのでね、まあ、これもすごくいいなと思います。あの飲んでもらったら、あの最近僕飲んでなかったんで、まあ、またちょっと飲もうかなと思います。で。 えこのあとは MD 糖質なんですけれどもやっぱり糖質もねやっぱり回復にはすごく大事ですあのー、なんていうのかな、まあ、ダメージ与えるわけじゃないですかトレーニングしてねダメージ与えて筋破壊して筋合成するからまず一つは糖質取ることでインスリンが出てインスリンがこう筋合成栄養のね吸収にもまあ働きかけてくれるしねそういった意味でも炭水化物必要ですしあとは、えー、筋中のグルコースが減ってしまうとえー まあ、トレーニングによって減るわけですよね。で減ると浸透性が始まって、えー、筋肉を分解することによってアミノ酸にしてそのアミノ酸でこうエネルギーを補おうとする動きが出てまば筋分解が進むわけですよね。だからその筋分解を進めさせないためにもこういった糖質特にビルデンド MD なんかだったらあの早く筋肉中にその糖質が届いてくれて吸収も早いですから。あの 筋肉を分解してアミノ酸にするよりも先にこっちの糖質が使われるとだからその筋肉のダメージ分解には流れにくいですね。で回復当然その浸透性が始まって筋肉の分解が進んじゃうと回復にももっとエネルギーも使うから回復もしにくいっていうデメリットもありますしね。だからそういった意味では まあ減量してる時にね、まあ糖質制限される方も多くいらっしゃいますけれども、やっぱりこうトレーニングされる時はこう,う MD なんかもね、ーレジェンド MD なんかも添えていただけるといいんじゃないかなと思います。あとまあこのね、一番皆さん飲んでいただいているーレジェンドプロテイン。まあプロテインなんかも、あのー、やっぱりトータルで考えるとね、タンパク質摂取して、アミノ酸摂取してっていうことで言うと、さっきの浸透性を防ぐような、あ 炭水化物の、ね、効果と、まあ、近いものというか、まあ、ちょっと切り口は違いますけれども同じ効果が得れると思うので、まあ、トータルでね回復を促すのであれば、えー、プロテインいいと思いますもちろんトレーニングしてる方は当然トレーニングしてない方でもねあのプロテイン飲むと結構調子良くなりますからねだからまあそういったところもあ、まあ、もちろん飲み過ぎるとね内臓に負担がかかるとかっていうところも出てくるんですけど、まあ、当然適切な量を飲んでいただくと体重のね、まあ、2g3g 体重 1kg に対して 2g3g であったりとか タンパク質ね。あとは、まあ、ま、ああの、運動されてない方だったら、体重かける1グラムぐらいって言われますけれども、ま、あそれが食事から取れてないのであれば、タンパク質、ビレジェンド等を取ってもらうっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはやっぱりね、トレーニングされてる方もされてない方も、メガなんかはいいですね。本当に、あの、お疲れの方とかね、あの、これしっかり、えね、通常は1日9粒なんですけれども、 えっと、後ろにも書いてあるけど、ローディング機は1日18粒を目安にしって書いてあるんですけど、倍18粒、結構分量多いんですけど、朝昼晩でね、食後3回分けてもらっていいと思います。で、もし忘れた時なんかも、まあ、忘れて思い出したらすぐ飲むっていう形でね、あの、結構貯溜めていくタイプのサプリメントなんで、ちょっと、ちょっとぐらい抜けてもね、 ああのののすすぐ補充すればあの大丈夫なのでだからまあそういう形でこのねメガなんかも撮ってもらうと結構こう体力元気になったなっていうのを感じれると思うし朝起きる時楽になったりねまあ,あの結構ボディフィジークしっかりされてる方とかだったらえっ、ー、と減量期減量器の重量が落ちないとかねまあそういうところもあると思いますだからまあ本当に回復ねあの疲労回復いろいろともう皆さんあ 気遣いをされている方もいらっしゃれば何も考えずに言っている方もいらっしゃると思うんですけれどもやっぱり、えー、筋肥大体を大きくすることを考えれば回復に意図的にね意識を向けるっていうことはすごく大事だなと思うのでまあ,あの寝るっていうことをまず一つねすごく大事であとは今言ったみたいにこういう栄養摂取であとまあ ままあまあ厳密な言い方すればまあトレーニング量がね多すぎるとか少なすぎるとか疲労が出てないっていうのであれば回復が早いっていう考え方もできるけどそもそも負荷が足りてないんじゃないかとか回数が足りないんじゃないかっていうトレーニング量っていうのもあるしねで逆に、まあ、な,んかなかなか抜けないな疲れ抜けないなと思ったらもう結構、あのー、ハードワークなりすぎてねオーバーワーク気味なこともあるかもしれないしそのあたりはちょっと調整しながらね様子見てもらえばいいんじゃないかなと思います。 はい。ということで今回はトレーニングにとってすごく大事な栄養、休息、運動のうちのその休息の部分ですね。についてお話をさせていただきました。ぜひ皆さんこれからもトレーニング頑張ってください。この動画よろしければグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。